あそこにも人だかりが。主様、ご冗談よしてください。さすがにこんなバカなことするのはロノぐらいしか。この煮込み料理うまいな。バスティン、あいつもか。なんだ、敵か。バスティン、ロノ、お前たちは外に出て頭を冷やしておけ。うわあ！まだ食いかけなのに。ったく、あいつらは緊張感のかけらもない。リーダーは大変だね。別に好きでやっているわけじゃないさ。ただ、俺がしっかりしないと、あいつらは何をやらかすかわからん。それに何より、俺たち執事の失態は、主様に恥をかかせることになる。それだけは避けなくてはいけない。それはその通りだね。俺もできる限りフォローするよ。あ、ありがとな、ベネス。そうですね。ですが。
主様。そうですね。なるほど。あなたのお名前は？これはこれは、お美しいご令嬢様。私はルカス・トンプシーと申します。ルカス・トンプシー様、綺麗な名前ですのね。そんなもったいないお言葉、ご令嬢様こそとても美しくお綺麗ですよ。あら、お上手ですこと。なんだか大人っぽい雰囲気が漂ってますね。さすがルカスさん、貴族の女性から人気がありますね。ねえ、あの執事の方、まるで人形のように美しい。本当、肌もお綺麗で羨ましいわ。あの方もたくましくて素敵。確かハウレスという名の執事よ。執事をまとめているリーダーだとか。ん？誰か名前を呼んだか。かっこいい、素敵。どうも。なんというか、執事の皆さんは貴族から人気なんですね。まあ、女性の貴族からはそうですね。甘い香りのする花には多くの蜜蜂が集まる。それは人も花も同じ自然の摂理ですね。まあ、美しい花ほどトゲがあるとも言いますが。ノッコさん。主様、今日もとても素敵なお召し物ですね。この会場に咲くどの花よりも気高く美しい。よくお似合いですよ。それにしてもルカスさん、相変わらずの人気ですね。ルカスさんってナックさんと同じ部屋の執事でしたよね。確か3階の執事でしたか。ええ、ルカスさんはとても優しく聡明な方で、自然と人を引きつける魅力があります。私もいつかルカスさんのような人になりたいですね。ナックさんはルカスさんを尊敬してるんですね。はい、心より尊敬していますよ。ルカス様。この声は誰でしょうか。ルカス様。この声は誰でしょうか。はあ、この騒がしい声は彼ですね。ルカス様、ルカス様、あっちにめっちゃうまいワインがありましたよ。僕と二人で飲みましょう。こらこら、ラムリ君、貴族のご令嬢様の前で失礼じゃないか。いいから、こっちです。早い者勝ちなんでなくなっちゃいますよ。ラムリ・ベネットさん。
ナックさんやルカスさんと同じ3階の部屋所属、掃除担当の執事さんですね。やれやれ、のどかな花畑に厄介な動物が現れましたね。こうしちゃいられません。私の出番ですね。あ、ナックさん、ほら、ルカス様、早くこっちです。早くしないとなくなりますよ。いたった、ラムリ君、無理やり引っ張ったら痛いよ。おっと、すいません、ルカス様。だけどあのワイン絶対ルカス様好きですよ。僕にはわかります。それはありがたいけど、今は貴族の方たちの接待中だよ。ラムリ君も私ではなく貴族のお客様をもてなしてもらっていいかな。だけど、あと私を様をつけて呼ぶのやめてくれないかな。なんだか気恥ずかしくて。何言ってるんですか、ルカス様はルカス様じゃないですか。騒がしいですよ、ラムリ。ルカスさんに迷惑をかけるんじゃありません。うわ、出たキザ男ナック。誰がキザ男ですか。私にはちゃんとナックシュタインという名前があります。変な名前で呼ぶのはやめていただきたい。はあ、わかったわかった、真面目なナック君。で、僕とルカス様の邪魔をしに来て一体何の用。あなたがルカスさんの接待を邪魔しているから注意しに来たんですよ。なるほどなるほど、要するにルカス様を独り占めされてやきもち焼いちゃったってことね。そんなこと一言も言ってないんですが、まあいいでしょう。とにかくラムリ、あなたは執事としての意識が低すぎるんじゃないですか。はいはい、説教は聞き飽きました。てか上から発言うっざ。ん？ラムリさん、今何とおっしゃいました。ほらほら、二人とも喧嘩は良くないよ。すみません、ルカス様、ナックがあまりにもうざくて。はあ、やれやれです。ナックさん、大丈夫ですか。そうなんすよね、ナックとはどうしても合わなくて。で、あなたはもしやもしや主様じゃないですか。